今日は5月20日、今9時です。ちょっと逆光でちゃんと映ってないかもしれませんけど、あの飛行機雲みたいなの見えますか？あれがケムトレイルですもんね。あんなに長いのは通常のあれじゃないんですよ。でもう一本ちょっと薄くなってますね。あれこれあれもさっき高温器を持ってくるときやってたんですよね。でこういうのが日本でも結構見られるんですよね。でうちのこの辺でも多いときは同時に4本ぐらい見えるときがあります。はい、なんかこう気象改変がどうのこうのということで、なんか変なことをやる人間がいるんですよね本当に。自然に自然の摂理に逆らっていろんなことをやろうというやからだ。はい、そういうことでちょっと農作業じゃなくてちょっとそれを撮るために今、カメラ出しましたけど、農作業の方はここはエンドウだったかな、エンドウ豆をしてたところの跡です。ここに青ナスとスイカ、これはスイカですね。向こうの辺が青ナスとかなんとか言ってるね。なんて？ナス。青ナスじゃなくて青ウリかな、うん、青ウリってナスって言った青ウリとスイカです。これがスイカです、うん、を植えてあります、うん、前のスイカ、うん、ここが生ウリ。あ、生ウリね、うん、青ウリの生ウリだそうです。で今ここ耕してますけど、この除草草よけでこれを敷いていた下はもう結構硬いんですよね。そういうところはもう微生物もあんまりない県がなかなかそういう環境じゃあんまりよろしくないんじゃないかなと思うんですけど、まあ草が生えない方がいいということでこういうふうにやってます。お袋がですね、はいはいはい、そういうことでちょっとケムトレイルを映すためにちょっとカメラです。